なんか何でもできる選手なので、自力も出せる、刺すこともできるみたいな、蒼井さんもそうなんですけど、なんか結構さくらさんの戦法とかも私好きだな、うまいですよね、さくらさん、すごいですね、うまくってもかけても刺すこともできるみたいな、さくらさんのレーススタイルが私すごい最近好きだな。同期ではね、みのりさんなんかも結構器用、ね、そうですね、すごい強いですね。なんかそういうの見ると自分も頑張んなきゃってなって、すごい同期はいい刺激だな、刺激になってます。太田龍もすごいダッシュ強いし、梅川風子も先行で逃げ切るし、吉村さやかも絶対レンには絡んでくるんで、